和田正宗、和田正宗、和田正宗、1974年、昭和49年10月14日対は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院、議員、一期、元 NHK アナウンサー、ジャーナリスト、自由民主党候補副本部長、みんなの党青年局長、次世代の党幹事長、政策調査会長などを歴任、 1974年、昭和49年10月14日、東京都杉並区生まれ。育ちは、小金井市で、小金井市立小金井第三小学校、小金井市立緑中学校、慶応義塾式高等学校を経て、1997年、平成9年に、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業。1997年、 平成9年4月に日本放送協会 NHK へ入局し、新潟放送局に赴任。その後、帯広放送局に異動となり、同局在任中の2003年、平成15年に、十勝沖地震を経験し、また2007年、平成19年の新潟県中越沖地震を取材したことなどから、防災、復興政策を専門とした。その後、大阪放送局を経て、 仙台放送局で勤務。二千十一年、平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災の際には二ヶ月間にわたり、被災地を取材し、震災関連の番組制作を担当。同年八月、宮城県名取市ゆりあげの町内会と津波避難について協議を行った原をもとに、ラジオドキュメンタリー、とむらえびとの地図名取市ゆりあげを、 企画制作及びナレーションを務めた。同番組は NHK 代表として放送文化基金賞に出場した。2013年平成25年3月に NHK を退職し、同年7月21日の第23回参議院議員通常選挙に宮城県選挙区からみんなの投稿人で出馬。選挙では新経済連盟と 志田勤の推薦を受けた。当初から愛知二郎に続く二位争いを意識し、ユーストリムや YouTube で動画を配信したり、生放送番組を17回放送したりするなど、インターネットを利した選挙運動を展開した。公示当日には、対立候補の岡崎富子が所属する民主党の復興政策などを批判する CM を和田のサイト上で公開し、 選挙期間中の閲覧回数が約7000回に達するなど岡崎への反がインターネット上に拡散した。和田は最終的に22207票を集め、時点の岡崎に対し5102票差で初当選した。同年12月10日、みんなの党青年局長に就任2014年平成26年1月31日には、 党東,東北復興委員副総裁に就任した。2014年11月19日、所属していたみんなの党が回答を決定したため、松沢成文と共に、新党結成を模索するが断念し、同月26日、入党要請を受けていた次世代の党に入党。12月25日、政策調査会長に就任した。二千十五年、平成十七年五月一日、 憲法改正を目指す団体、美しい日本の憲法を作る宮城県民の会の会長代行に就任した。同年8月28日、次世代の党を離党した松沢の公認として、政調会長と兼務で幹事長に就任。9月25日から30日の6日間、次世代の党党首の平沼武雄が離党したことに、 伴い、公認の中山京子が10月1日に就任するまで、党首代行を務めた。9月30日、次世代の党両院議員総会において、翌10月1日からの新役員体制発足が承認され、和田は、幹事長、参議院幹事長、政策調査会長、広報局長、青年局長の党役職を兼務することが発表された。 しかし翌月の十一月十一日、同党両院議員総会で、幹事長を中野正氏に交代する人事が内定し、十六日付で和田は幹事長代理とその他の役職の兼任となった。さらに、十二月二十一日の同党議員総会では、党名を日本の心を大切にする党に変更することが決定され、和田は党名継続を主張したが、同日中に、 総務省への届け出とともに解消が実施された。同日、和田は、透明変更について、党に所属している以上、決定したことに従うか従わないか、党内には同じを持った仲間もたくさんおり、しっかり考えたいなどと、ブログに記していた。2016年、平成28年7月の第24回参議院、議員通常選挙では、 和田と同じ宮城県選挙区から出馬指導党が推薦する熊谷大自由民主党所属を支援した。9月以降、党の役職をすべて退任し、11月18日に離党、同月21日に無所属のまま参議院の自民党会派に入会した。2017年、平成29年6月27日、 自民党幹事長の二階俊博と会談し、自民党への入党届を提出した。自民党入党に至る経緯について、河北新報は、和田が平和安全法制の審議を通じて、内閣官房長官の吉秀との関係を築いたことなどから、菅義偉官房長官の意向がこうを奏した格好と報じている。和田の入党届について二階は、 直ちに宮城県連で入党手続きが行われ、近く承認される見通しだと述べた。同年9月24日に行われた自民党宮城県連総務会において、入党届の受理と宮城県連への所属が決定された。入党後、同党広報副本部長に就任した。東日本大震災からの復興事業について、2013年、 平成25年7月の第23回参議院議員通常選挙で防災はソフト対策が主体であるべきで無駄な計画が多いとして見直しを主張した。また、産経新聞が実施した同選挙の候補者アンケートでは震災からの復旧、復興について膨大な手続きの簡略化。仙台、宮城が世界の貿易拠点となるような予算付けを行うと 回答した。宮城県沿岸地域の防潮堤建設について、2013年、平成25年11月5日の参議院、国土交通委員会で、高台移転のため無人となる地域や、海水浴場への建設により、景観が損なわれると主張した。さらに、2014年、平成26年3月12日、参議院に予算委員会で、内閣総理大臣の安倍晋三に、 防潮堤問題について質疑し、地元住民との合意形成が必要と答弁を得る。同年10月21日には、BS、日テレの深層ニュースに出演し、宮城県の防潮堤整備の進め方について、大体案を示さずに一点で進めたと批判した。災害時における避難路、救援物資輸送路の確保について、2013年、 平成25年11月26日の国土交通委員会で国道4号、三陸自動車道の車線増加、東北地方を横軸に結ぶ道路の整備、常磐自動車道のスマートインターチェンジの整備、離島の加強、仙台空港の機能強化等の必要性を主張した。2013年平成25年12月22日、みんなの党青年局長として、 東日本大震災の被災地を毎月訪問し問題点を改善するアクション11の活動計画を発表アクション11の活動では蒸気の防潮堤問題に関連して岩手県の防潮堤計画地で現地の状況を確認したほか福島第一原子力発電所や放射性指定廃棄物の最終処分場候補地を視察した2014年平成26年の 第186回国会では、東日本大震災復興特区法の改正法案の審議をめぐり、畑工事が提案した、高台移転促進のための議員立法を支持し、共同提案を決定。和田はこの動きに触発された与党が、同様の内容の法案を提出したと述べている。同法改正法は4月23日の参議院本会議で、全会一致で可決、成立した。 アベノミクスについて2013年平成25年7月に産経新聞が実施した第23回参議院議員通常選挙の候補者アンケートで地方の経済不要につながっていないものづくりや貿易に立脚した経済成長戦略を取るべきだと回答した2015年平成27年には次世代の党幹事長としてインタビューに応じ一本目のや 金融政策とか日本目のや財政政策まだまだ足りない都市、安倍政権よりもさらに発展させたデフレ脱却により、所得が10年で1.5倍くらいになる経済政策を打ち出すと述べた。消費税の増税について、前述の参院選候補者アンケートで復興を考えた場合、絶対に反対。これからの住宅再建や工場再建など、あらゆるものに影響が出ると回答した。 2015年、平成27年9月8日にも改めて、消費税の10%への引き上げや、軽減税率の導入について、反対の立場を表明している。関体平和パートナーシップ協定、TPP について、2015年、平成27年10月5日に、交渉の大筋合意を受け、合意に至った過程で、どのような交渉がなされたのか、合意した内容が、 国益にかなうのか、今後、国会で丁寧に審議していくとする談話を発表した。イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票における離脱派の勝利をめぐる日本政府の対応について2016年、平成28年6月26日の NHK 番組で市場の陶器的な動きに対する断固たる姿勢を、不も世界も取るべきだと述べ、同日の 新報道2001では、為替介入も含め、断固たる国際協調の姿勢を示し、しっかりとした財政出動をすべきだと主張した。東京裁判において、永久戦犯を定義する平和に対する罪について、2014年、平成26年3月12日の参議院予算委員会で外務大臣の岸田文雄に質疑し、 1945年のニュルンベルク裁判及び極東国際軍事裁判条例から出たもので、その後も確立しているかどうかについては、議論があることを答弁で確認した。この答弁を受け、和田は政府見解においても確立していない罪名のもと、法の不訴求の原則に反して裁かれたものであった、ことを述べた。村山談話における植民地支配、侵略の定義について、 第189回国会会期中の2015年、平成27年3月11日に質問主意書を提出した。同月20日、定義することは困難とする答弁書が閣議決定されたことを受け、世界に発信した首相談話が定義できないというのは曖昧に過ぎるとして、4月に田沼隆史、藤岡信雄らと共に村山談話の作成過程を検証する。 プロジェクトチームを立ち上げた。プロジェクトでは関係者からの聞き取りを通して、談話の内容が事前に示されることなく、一部の関係者のみによって作成されたとする検証結果を取りまとめ、8月に公表した。ポツダム宣言における世界征服の文言とサンフランシスコ平和条約との関係について、2015年、平成27年5月28日に、 質問主意書を提出し、日本政府の見解を正した。これに対し政府は、世界征服の文言は連合国側の政治的意図を表明した文章とし、サンフランシスコ平和条約が効力を発生すると、同時にポツダム宣言の効力は失われているとする答弁書を月5日に閣議決定した。日本の慰安婦に関する国連人権委員会のクマラスワミ報告について、 1996年、平成8年の報告当時に日本政府が作成した反論文書を公開すべきとし、2016年、平成28年5月26日に質問主意書を提出した。これに対し政府は国際社会の理解を得るのに何が最善の方法かについては引き続き検討を進めてきており、その中で反論文書の公開の是非についても慎重に、 検討しているところであるなどとする答弁書を6月2日に閣議決定した。第2次安倍内閣が進める集団的自衛権の行使容認について2014年平成26年6月に河北新報の取材を受け抑止力が高まり国民と自衛官を守ることにつながるとして指示を表明した。その後周辺自体法の自衛隊による 他国軍への広報支援を可能とするための改正法案について2015年平成27年2月15日の NHK 番組で現状の法制度では自衛隊の行動が制限されすぎているとして指示を表明した自衛隊病院防衛医科大学校病院について2015年平成27年3月30日の参議院予算委員会の質疑で 年度末になると予算不足でカテーテル手術ができなくなる診療科や年間を通してカテーテル手術ができない診療科があるといった問題点を指摘した。2014年度、平成26年度は予算を増額し不足は起きておらず万が一不足した場合は予備費などで対処するとの不答弁に対しわだわだ大規模災害や有事の際に制約を受けないよう十分な予算の 確保を要望した。日本国憲法の改正について、2013年、平成25年7月に、産経新聞が実施した第23回参議院、議員通常選挙の候補者アンケートで、賛成。自衛隊を明記。国家のあり方や社会をしっかりと考えた憲法に、天皇陛下を国家元首とする。と回答している。第九条の改正については、2015年。 平成27年5月3日に日本会議主催のフォーラでアメリカの国力が下がりつつある現状に対し国民の命と国のあり方について議論しなければならないとして問題提起した平和安全法制について2015年平成27年8月4日に BS 日テレの真相ニュースに出演し様々な事態に対応できる訓練が可能となり日米で 危機対処能力を高めることが抑止力につながるとこと。9月8日には修正案を飲んでもらうことが重要と考えているが、他の野党のように闇雲に安保法制の成立に反対だというようなやり方はしていない。国会の関与をさらに強めるというような形であれば、国民の過半数は納得して、今国会での成立がなされると思うと述べた。同月15日。 国会議事堂周辺で行われた同法制への抗議集会に関し憲法を認められた権利だ。国会議員は当然許容しなければならないと述べるとともに午後9時以降も集会が続いたことに触れ平穏なでも抗議活動ができないものだろうか。日本は良い国だ。中国のウイグルやチベットで抗議活動をすると銃を乱射されて射殺されるとも述べた。 竹島をめぐっては、2014年、平成26年2月22日に開催された、竹島の日記念式典に出席した際に、次は、竹島奪還記念式を開こうと発言した。2014年、平成26年10月16日の参議院、国土交通委員会では、尖閣諸島や竹島の観光資源としての有益性を挙げ、 実地調査のための上陸が可能かについて質疑した。この際、和田は、領土、領海意識育成のため、学校教育での取り組みを行うべきであることなどを、述べた。中国漁船産後密漁問題について、2014年、平成26年11月5日の参議院本会議で質疑を行い、200席以上の 中国漁船による日本の排他的経済水域内での密漁を侵略行為といってもおかしくな状況と非難し、釈放のために支払う担保金額の引上げと巡視船による監視強化を求めた。その後、同月19日の参議院本会議において外国人が領海内の漁業や排他的経済水域 EEZ 内の許可操業を行った場合の 罰金を最高3000万円に引き上げる外国人漁業規制法の改正法が可決、成立した。教育直後について2014年平成26年4月8日の参議院文教科学委員会で教育現場で活用すればとても良い道徳教育になると述べ、連合国軍占領下だった1948年。 昭和23年の国会の廃除儀や執行確認決議とは関係なく、副特本や学校現場で活用できるか質疑した。これに対し、政府参考人の前川喜平、当時文部科学省初等中等教育局長は、過去の経緯を踏まえ、教育直後我が国教育の唯一の根本理念であるとするような指導を行うことは不適切であるとした一方、 教育直後の中に含まれる今日でも通用するような内容に着目し学校で活用することは考えられるとの認識をした。日本における大学生の奨学金について2015年平成27年4月1日の参議院予算委員会で外国人留学生が給付型奨学金を受ける一方で日本人学生は 対応型しか受けられず、社会に出た後の負担が大きいことについて、文部科学大臣の下村博文に質疑し、創設に着手したいとの答弁を得た。その後、第三次安倍第一次改造内閣は、給付型奨学金を2017年度を目途に、創設す方針を決定した。加計学園問題で当初、朝日新聞が報道した文書をめぐり、2017年、 平成29年5月24日にメディアに文書を持ち込んだのは、元文科省幹部 M 氏とのタイトルでブログを更新。同じ文書は、朝日新聞以外の複数のメディアにも持ち込まれていたが、当該人物が自分で作成した可能性があるため、同志以外は記事にしなかったとした上で、文書を持ち込んだ動機については出会い系、バーが良いを注意されり、 天下り問題で処分されたことに対する逆恨みであると主張した。翌日、記者会見を開いた前川久平が行政の公平性が歪められたなどと発言したことについて旧体以前の官僚の言葉と感じる。規制改革は安倍政権の重要政策であり、官邸や内閣府が方向性を示すのは職務として当たり前だ。官邸に言うべきことを言い、 激しいやり取りをしている象徴もあり、前川氏の言っていることは意味不明で恣意的だと批判した。2013年、平成25年9月にオーストラリア戦争記念館を視察した際、同館の第二次世界大戦を扱うコーナーの床に朝日旗の映像が投射されていたことを発見し、オーストラリア政府と同館に抗議した。その後、和田が 質問主意書で本件に関する日本政府の見解を正したところ、同官が在オーストラリア日本大使館からの申し入れに応じ10月15日までに映像の投射を取りやめたことが判明した。2014年平成26年4月26日に仙台市で開催されたハニュイズル金メダルおめでとうパレードで主催者が日本の国旗の紙手旗を用意していないことが 問題になった際、支援者を通して、日の丸の紙手肌約2000本を配布したことを、開催翌日の27日に、ブログで公表した。みんなの党で代表を務めていた、渡辺義美の8億円借り入れ問題について、2014年、平成26年4月4日に、記者会見で代表が、説明責任を尽くせていない。説明がつき、 国民が納得するのであれば、もう一度代表に戻ってほしいと述べ同党代表の辞任を求めた。2015年、平成27年9月18日の平和安全法制の採決をめぐり、委員長席に与野党議員が詰め寄るなどして生じた混乱について、記者団の取材を受け、飛びかかって暴力を振るうのは議会の自殺行為だと述べた。また、採決の際に、 議場内で大沼瑞穂が津田や太郎から暴行を受けたとされる問題について9月20日の NHK 番組で人として議会人として女性の人権を守るためにも満身の怒りを持って寄与したいと述べ津田が所属する民主党を非難した同年の大阪市長選挙大阪府知事選挙大阪ダブル選挙への対応をめぐり11月4日に 大阪維新の会公認候補の支持を表明し、記者会見で既得権の打破を大阪維新は有言実行してきた。自民、民主、共産などが支援している対立候補では改革の継続はできないと述べて維新の政策を評価した。二0十六年、平成二十八年の第二十四回参議院議員、通常選挙では和田が支援する熊谷大への支持を呼びかけるため、 党の選挙カーを沿岸部や仙台市街地を走らせたり、YouTube に熊谷を PR する動画を配信した。民進党の政調会長だった山尾しおりの政治資金問題について、2016年、平成28年6月26日の富士テレビ番組新報道2001で同じく出演者の山尾に対し調査をすると言って、まだ結果を発表していないと批判した。 日本共産党の政策委員長だった藤野保氏が2016年平成28年6月26日の NHK 番組で防衛費を念頭に人を殺すための予算と発言したことについて同じ番組に出演していた和田は政治家の発言としてまずい国民の命を守るために国防があると抗議したその後同月28日に 藤野が発言の責任を取り同党政策委員長を辞任した際には、産経新聞の取材に、共産党の C ・和夫委員長の任命責任が問われる、共産党は公領に自衛隊の解消を掲げており、藤野氏の発言は、本音が出たのだと思うなどと答えた。2018年3月19日の参議院予算委員会において、財務省の決裁文書改ざん問題をめぐって、 大田三呂財局長に対し、和田は、まさかとは思いますけどと前置きした後、大田理財局長は、民主党政権時代に、野田総理の秘書官も務めていて増税派だから、安倍のミクスを潰すために、安倍政権を貶めるために意図的に変な答弁を、しているんじゃないですかと発言た。また、安倍首相の配偶者である、安倍昭恵に対する野党の承認喚問要求については、文書に、 全文型で書かれているということで、承認関門に呼べというならですね。山梨のある学校法人が格安で国有地の払い下げを受けた案件はこれはどうなるんでしょうかと別案件の国有地払い下げに言及し、この学校の保護者の会の連合会長は野党のある国会議員ですまさか関与はしてないと思いますけれども、名前があるので関与をしている。 可能性があるから承認関門ということになればですね、これはおかしなことになるというふうに思っております。事実と証拠に基づいて国会の議論を進めていかなくてはなりませんと述べた。和田の質疑に対し、大谷財局長は私は公務員としてお使いした方に一生懸命お使いすることが仕事なので、それを言われるとさすがにいくらなんでも、そんなつもりは全くありません。 それはいくらなんでも、それはいくらなんでも、ご容赦くださいと返答した。与野党からも苦言が相次ぎ、麻生太郎財務省が、その種のレベルの低い質問配がなものかと、軽蔑はしますと和田を批判した。和田は23日、自らのツイッターで、行き過ぎたとも取れる発言部分は、反省し撤回しますと表明した。翌3月20日、都内の新聞社2社に、 和田の事務所と県支部を爆破し、十数人を殺害する。家族も殺害するという内容のメールが届いた。和田は宮城県警に被害届を提出し、ツイッターで国会議員の発言をテロで封殺するもの。断じて許せないとコメントした。日本の調査捕鯨を妨害するシーシェパードへの対策について2014年。 平成26年4月21日の参議院決算委員会の質疑で巡視船を派遣して取り締まるため関係国に了承を取り付けるように求め同時に商業捕鯨再開のために調査捕鯨を確実に実施するように求めた労働者派遣法の改正案について2015年平成27年5月24日の NHK 番組で一定の評価をしている 解約にはならない。改善だと述べた。籠池や須ノの承認喚問について、2017年、平成29年3月17日に、有敢夫人の取材に応じ、安倍首相や慶夫人と籠池氏の関係など政治家の関与を追求しても、全く意味がない。そこを必要につくのは、あからさまな、印象操作だ。それでは真相に迫れないと主張した。 名前の、政宗は、伊達政宗に由来する。蔵の名は、伊達政宗五条君の、ひに過ぎれば、弱くなる。義に過ぎれば、固くなる。礼に過ぎれば、へつらいとなる。里氏しに過ぎれば、嘘をつく。真に過ぎれば、損をする。阪神、淡路大震災を報道するアナウンサーの姿を見て、自身もアナウンサーを志したと述べている。2007年、 平成19年に防災士の資格を取得し、NHK 大阪放送局に転任後は、町内会の防災活動に立んだ。仙台放送局へ転任後、2010年、平成22年に、宮城県防災指導員の資格を取得し、文部科学省の仙台県戦略的大学、連携事業、防災支援ボランティア養成講座のほか、仙台市内の小学校、 町内会や学生向けの防災講座で講師を務めた。趣味は、歴史研究、日本外講師、伊達政宗など、と、マラソンで、ホノルルマラソンを5回、仙台国際ハーフマラソン大会を2回完走したと、述べている。特技は、剣道で、中学校時代は、剣道部に在籍、剣道2段を有する。スポーツ分野の国際交流に関わっており、 2008年、平成20年開催の北京オリンピックでは、ガーナ野球競技代表の臨時スタッフとして、現地の手続きを支援した。また、2009年、平成21年には、コロンビアの少年を日本に招く、コロンビア野球少年プロジェクトの事務局長に就任し、同国から10名を日本に招き大阪、岡山、東京での練習試合や、社会体験を実施した。 河北新報は、宮城県における和田の人物評価として、県議らの政治スタンスが明確で、育てたい人物、先鋭的な姿勢は、保守色の強い支持者に受けている、主張がとんがりすぎているといた意見を紹介したほか、自民党宮城県連内では、自民の中でも右寄りが共通の見方と報じている。内閣官房長官の菅義偉は和田を、確かな国家感を持ち、 日本を背負う政治家になると評している。自民党幹事長の二階俊博は和田について立派な議員だと述べている。新潟局時代帯広局時代大阪局時代仙台局時代。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。